さあ続いてのモヤモヤいきましょう。こちらです。なんかやってたね、チャチャコインどのコーナーって、うん、チャチャコインは何に変換ができるのかなっていう。なるほど、はい、でこれチャチャコインだから春日さんがなんかしなきゃいけないんじゃない、この間春日さん300万円ゲットされてたから、そうだね、1チャチャですもんね、300万。とんでもない額でやり取りしてたんだね。ちなみにコイン獲得数は3チャチャが牛尾と斉藤京子なんで900万ってことです。大事じゃないんだね。そんな高レートでやり取りしてないだろ。それは300万かも分かんないし、ハグかも分からない。そうだね。300万以上の価値があるからね。春日のワンハグ。斉藤京子よかったら3ハグもらえるの、そしたら。いや、本当900万を銀行に振り込んどいてほしい。ちょっとなんか犯罪の匂いが。いや本当だ。お互いにとって良くないですよ。